おじいさんのランプ、新見南吉。かくれんぼで蔵の隅に潜り込んだ遠ういちくんがランプを持って出てきた。それは珍しい形のランプであった。80センチぐらいの太い竹の筒が台になっていて、その上にちょっぴり火のともる部分がくっついている。 そしてほやは細いガラスの筒であった初めて見るものにはランプとは思えないほどだったそこでみんなは昔の鉄砲と間違えてしまった「何だ鉄砲か?」と鬼の宗八くんは言ったい一くんのおじいさんもしばらくそれが何だか分からなかった 眼鏡越しにじっと見ていてから初めて分かったのであるランプであることが分かると徹一くんのおじいさんはこう言って子供たちを叱り始めた「こらこらお前たちは何を持ち出すか」「まことに子供というものは黙って遊ばせておけば何を持ち出すやらわけのわからん」 油断も隙もない、ぬすっと猫のようなものだ。こらこら、それはここへ持ってきて、お前たちは外へ行って遊んでこい。外に行けば、電信柱でも何でも、遊ぶものはいくらでもあるに。こうして叱られると、子供は初めて自分が良くない行いをしたことがわかるのである。そこで、 ランプを持ち出した東一君はもちろんのこと何も持ち出さなかった近所の子供たちも自分たちみんなで悪いことをしたような顔をしてすごすごと外の道へ出て行った外には春の昼の風が時折道の埃を吹き立てて過ぎノロノロと牛舎が通った後白い蝶が忙しそうに通っていくこともあった なるほど電信柱があっちこっちに立っているしかし子供たちは電信柱なんかで遊びはしなかった大人がこうして遊べと言ったことを言われたままに遊ぶというのはなんとなく馬鹿げているように子供には思えるのであるそこで子供たちはポケットの中のラムネ玉をカチカチ言わせながら広場の方へ飛んで行った そして間もなく自分たちの遊びでさっきのランプのことは忘れてしまった日暮れに遠一くんはうちへ帰ってきた奥の居間の隅にあのランプが置いてあったしかしランプのことを何か言うとまたおじいさんにガミガミ言われるかもしれないので黙っていた 夕ご飯の後の退屈な時間が来た。東一君くんはタンスにもたれて引き出しの缶をカタンカタンと言わせていたり店に出てひげを生やした農学校の先生が「大根栽培の理論と実際」というような難しい名前の本を番頭に注文するところをじっと見ていたりした。 そういうことにもあくと、また奥の今に戻ってきて、おじいさんがいないのを見すまして、ランプのそばへにじり寄り、そのホヤを外してみたり、五千白銅かほどのねじを回して、ランプの芯を出したり、引っ込めたりしていた。少し一生懸命になっていじくっていると、またおじいさんに見つかってしまった。けれど今度は おじいさんはからなかった。姉やにお茶を言いつけておいてすっぽんと着せる筒を抜きながらこう言った「逃亡このランプはなおじいさんにはとても懐かしいものだ。長い間忘れておったが今日逃亡が蔵の隅から持ち出してきたので。 また昔のことを思い出したよ。こうおじいさんみたいに年を取るとランプでも何でも昔のものに出会うのがとてもうれしいもんだ。と一くんはポカンとしておじいさんの顔を見ていた。おじいさんはガミガミと叱りつけたから怒っていたのかと思ったら昔のランプに会うことができて 喜んででいたのである「ひとつ昔の話をしてやるからここへ来て座れ」とおじいさんが言った。とういちくんは話が好きだから言われるままにおじいさんの前へ行って座ったがなんだかお説教をされる時のようで居心地がよくないのでいつもうちで話を聞く時に取る姿勢をとって。 聞くことにしたつまり寝そべって両足を後ろへ立てて時々足の裏を打ち合わせるゲートをしたのであるおじいさんの話というのは次のようであった今から50年ぐらい前ちょうど 日露戦争の自分のことである。柳部神殿の村に、美之助という十三の少年がいた。美之助は、父母も兄弟もなく、親戚の者とて一人もない、全くのみなしごであった。そこで美之助は、よそのうちの走り使いをしたり、女の子のように子守りをしたり、米をついてあげたり。 そのほか、美之助のような少年にできることなら、何でもして、村に置いてもらっていた。けれども、美之助は、こうして村の人々のお世話で生きてゆくことは、本当を言えば嫌であった。子守をしたり、米をついたりして、一生を送るとするなら、男と生まれた甲斐がないと、常々思っていた。 男子は身を立てねばならならい。しかしどうして身を立てるかみのすけは毎日ご飯を食べていくのがやっとのことであった本一冊買うお金もなかったしまたたとえお金があって本を買ったとしても読む暇がなかった身を立てるのに良いきっかけがないものかと 美之助は心ひそかに待っていたするとある夏の日の昼下がり美之助は人力車の先綱を頼まれたその頃やなべ神殿にはいつも二三人の人力引きがいた潮湯時に名古屋から来る客は大抵汽車で半田まで来て半田から千田半島西海岸の 大野や新米湖まで人力車で揺られていったもので柳部神殿はちょうどその道筋に当たっていたからである人力車は人が引くのだからあまり速くは走らないそれに柳辺神殿と大野の間には峠が一つあるから余計時間がかかるおまけにその頃の人力車の輪はガラガラとなる 思いかなわだったのであるそこで急ぎの客は賃金を倍出して二人の人力引きに引いてもらうのであった美之助に先綱引きを頼んだのも急ぎの秘書客であった美之助は人力車の長屋につながれた綱を肩に担いで夏の入り日のじりじり照りつける道を えいやえいやと走った慣れないこととて大層苦しかった。しかし美之助は苦しさなど気にしなかった。好奇心でいっぱいだった。なぜなら美之助は物心がついてから村を一歩も出たことがなく峠の向こうにどんな町がありどんな人々が住んでいるか。 知ららなかかったからである日が暮れて青い夕闇の中を人々がほのじろくあちこちする頃人力車は大野の町に入った美之助はその町でいろいろなものを初めて見た軒を並べて続いている大きい商店が 第みのすけにはめずらしかったみのすけのむらにはあきないやとては一軒しかなかっただがしわらじいとくりの道具こうやくかいがらに入っためぐすりそのほかむらで使うたいていのものを売っている小さな店が一軒きりしかなかったのであるしかし 簑助を一番驚かしたのはその大きな焦点が一つ一つともしている花のように明るいガラスのランプであった簑助の村では夜は明かりなしの家が多かった真っ暗な家の中を人々はめくらのように手で探りながら水がめや石臼や 大黒柱を探り当てるのであった少し贅沢な家ではおかみさんが嫁入りの時持ってきた安灯を使うのであった安灯は紙を四方に張り巡らした中に油の入った皿があってその皿の縁にのぞいている刀身に桜のつぼみぐらいの小さい炎が灯ると周りの紙に みかん色の暖かな光がさし、付近は少し明るくなったのである。しかし、どんなあんどんにしろ、みの助が大野の町で見たランプの明るさにはとても及ばなかった。それにランプは、そのころとしてはまだ珍しい、ガラスでできていた。すすけたり、破れたりしやすい紙でできているあんどんより、 これだけでも美の助にはいいもののように思われたこのランプのために大野の町全体が竜宮城か何かのように明るく感じられたもう美の助は自分の村へ帰りたくないとさえ思った人間は誰でも明るいところから暗いところに帰るのを 好まないのである美之助は打賃の15銭をもらうと人力車とも別れてしまってお酒にでも酔ったように波の音の絶え間ないこの海辺の町を珍しい商店を除き美しく明るいランプに見とれてさまよっていた。 呉服屋では番頭さんが椿の花を大きく染め出した反た物をランプの光の下に広げて客に見せていた。黒屋では小僧さんがランプの下で小豆の悪いのを一粒ずつ拾い出していた。またある家では女の子がランプの光の下に白く光る貝殻を散らしておはじきをしていた。 またある店では細かい玉に糸を通して数図を作っていたランプの青やかな光の下では人々のこうした生活も物語が幻当の世界でのように美しく懐かしく見えた美之助は今まで何度も文明開化で世の中が開けた ということを聞いていたが、今初めて文明開化ということが分かったような気がした。歩いているうちに美の助はさまざまなランプをたくさん吊るしてある店の前に来た。これはランプを売っている店に違いない。美の助はしばらくその店の前で、 十五銭を握りしめながらためらっていたがやがて決心してつかつかと入っていった「ああいうものを売っとくれや」とみのすけはランプを指さしていったまだランプという言葉を知らなかったのである店の人はみのすけが指さした大きい釣りランプを外してきたが それは十五銭では買えなかった「負けとくれや」との之助は言った「そうはまからん」と店の人は答えた「卸値で売っとくれや」の之助は村の雑貨屋へ作ったわらじを買ってもらえによく行ったので物には卸値と小売値があって 卸値は安いということを知っていた例えば村の雑貨屋はす助の作ったひょうたん型のわらじを卸値の一0五輪で買い取って人力機器たちに小売値の二銭五輪で売っていたのであるランプ屋の主人は身も知らぬどこかの小僧がそんなことを言ったのでびっくりして ままじまじとみのすけの顔を見たそして言った「おろし値で売れ」ってそりゃあ相手がランプを売る家ならおろし値で売ってあげてもいいが一人一人のお客におろし値で売るわけにはいかんなランプ屋ならおろし値で売ってくれるだないああそんなら俺ランプ屋だ 卸値で売ってくれ。店の人はランプを持ったまま笑い出したおめえがランプ屋 <laughs> 本当だよおっちゃん俺本当にこれからランプ屋になるんだなだから頼むに今日は一つだけおろ卸値で売ってくれや今度来るときはたくさんいっぺんに買うで 店の人は初はめ笑っていたが、の之助の真剣な様子に動かされて、いろいろの之助の身の上を聞いた上、よし、そんならおろし値でこいつを売ってやろう。本当はおろし値でも、このランプは15銭じゃ売れないけど、おめえの熱心なのには感心した。負けてやろう。その代わり、しっかり商売をやれよ。 うちのランプをどんどん持ってって売ってくれと言ってランプをみのすけに渡したみのすけはランプの扱い方を一通り教えてもらいついでにちょうちん代わりにそのランプを灯して村へ向かったやぶや松林の落ち続く暗い峠道でも 簑助はもう怖くはなかった花のように明るいランプを下げていたからである簑助の胸の内にももう一つのランプがともっていた文明開化に遅れた自分の暗い村にこの素晴らしい文明の利器を売り込んで村人たちの生活を明るくしてやろうという 希望のランプがみのすけの新しい商売は初めのうちまるで流行らなかった百姓たちは何でも新しいものを信用しないからであるそこでみのすけはいろいろ考えたあげく村で一軒切りの商い屋へそのランプを持って行ってただで貸してあげるから しばらくこれを使ってくださいと頼んだ雑貨屋のばあさんはしぶしぶ承知して店の天井に釘を打ってランプを吊るしその晩から灯した5日ほどたってみのすけがわらじを買ってもらいに行くと雑貨屋のばあさんはニコニコしながら「こりゃー 大変便利で明るうて、夜でもお客がよう来てくれるし、推薦を間違えることもないので、気に入ったから買いましょう、と言った。その上、ランプの良いことが初めて分かった村人から、もう三つも注文になったことを、み之助に聞かしてくれた。み之助は飛び立つように喜んだ。そこで、 雑貨屋のばあさんからランプの台とわらじの台を受け取るとすぐその足で走るようにして大野へ行ったそしてランプ屋の主人に訳を話して足りないところは貸してもらい三つのランプを買ってきて注文した人に売ったこれからみのすけの商売は流行ってきたはじめは 注文を受けただけ王の絵買いに行っていたが少し金がたまると注文はなくてもたくさん買い込んできたそして今はもうよそのうちの走り使いや小盛りをすることはやめてただランプを売る商売だけに打ち込んだ物干し台のような枠のついた車を仕立ててそれにランプやホヤなどを一本 つるしガラスの触れ合う涼しい音をさせながら簑助は自分の村や付近の村々へ売りに行った簑助はお金も儲かったがそれとは別にこの商売が楽しかった今まで暗かった家に だんだんみのすけのうったランプがともっていくのである暗いいえにみのすけは文明開化の明るい日をひとつひとつともしてゆくようなきがしたみのすけはもう青年になっていたそれまではじぶんのいえとてはなくくちょうさんのところの 軒の,の傾いた納屋に住まわせてもらっていたのだが小金がたまったので自分の家も作ったすると世話してくれる人があったのでお嫁さんももらったある時よその村でランプの宣伝をしてよってランプの下なら畳の上に新聞を置いて読むことができるのいと 区長さんに以前聞いていたことを言うと、お客さんの一人が、本当かと聞き返したので、嘘の嫌いなみの助は自分で試してみる気になり、区長さんのところから古新聞をもらってきて、ランプの下に広げた。やはり区長さんの言われたことは本当であった。新聞の細かい字が ランプの光で一つ一つはっきり見えた。わしはうそを言って商売をしたことにはならないとみのすけは独り言を言った。しかしみのすけは字がランプの光ではっきり見えても何にもならなかった。字を読むことができなかったからである。 ランプでものはよよく見えるようにななったが、字が字読めないじゃ、まだ本当の文明化じゃねえ。そう言ってみのすけはそれから毎晩区長さんのところへ字を教えてもらいに行った。熱心だったので1年もするとみのすけは尋常化を卒業した村人の誰にも負けないくらい読めるようになった。 そして簑助は書物を読むことを覚えた簑助はもう男盛りの大人であった家には子供が二人あった自分もこれでどうやら独り立ちができたわけだまだ身を立てるというところまではいっていないけれどもと時々思ってみて その都度、心に満足を覚えるのであった。さて、ある日、美の助がランプの芯を仕入れに、大野の町へやってくると、五、六人の妊婦が、道の旗に穴を掘り、太い長い柱を立てているのを見た。その柱の上の方には、腕のような木が二本ついていて、その腕木には、 白い瀬戸物のだるまさんのようなものがいくつか乗っていたこんな奇妙なものを道の脇に立てて何にするのだろうと思いながら少し先に行くとまた道端に同じような高い柱が立っていてそれには雀が腕木に止まって鳴いていたこの奇妙な高い柱は 五十メートルぐらい間を置いては道の脇に立っていた。みのすけはついに、日向でうどんを干している人に聞いてみた。するとうどん屋は、電気とやらいうもんが今度引けるだけな。そいでもランプはいらんようになるだけな。と答えた。みのすけには、 よく飲み込めなかった電気のことなどまるで知らなかったからだ。ランプの代わりになるものらしいのだがそうとすれば電気というものは明かりに違いあるまい。明かりなら家の中に灯せばいいわけで何もあんなとてつもない柱を道の黒に何本も追っ立てることはないじゃないかと。 之助は思ったのであるそれからひとつきほどたってみのすけがまた大野へ行くとこの間建てられた道の旗の太い柱には黒い綱のようなものが数本渡されてあった黒い綱は柱の腕木に乗っているだるまさんの頭をひとまきして次の柱へ渡され そこでまただるまさんの頭をひとまきして次の柱に渡されこうしてどこまでも続いていた注意してよく見るとところどころの柱から黒い綱が二本ずつだるまさんの頭のところで分かれて家の軒場につながれているのであったへえ 電気とやらいうもんは明かりがともるもんかと思ったら俺はまるで綱じゃねえか。スズメやツバメのええ休み場というもんよ。とみのすけが一人であざ笑いながら知り合いの甘酒屋に入ってゆくといつも土間の真ん中の半台の上につるしてあった大きなランプが横の壁の辺りに取り片づけられて。 あとにはそのランプをずっと小さくしたような石油入れのついていない変な格好のランプが丈夫そうな綱で天井からぶら下げられてあったなんだやい変なものをつるしたじゃねえかあのランプはどこか悪くでもなったかやいとみのすけは聞いたすると甘酒屋がありゃあ今度引けた電気というもんだ 家事の心配がのうて明るうて、マッチはいらんし、なかなか便利なもんだ、と答えた。へっ、へんてごれんなものをぶら下げたもんよ。これじゃあ甘酒屋の店もなんだか間が抜けてしまった。逆も減るだろうよ。甘酒屋は相手がランプ売りであることに気がついたので、伝統の便利なことは もう言わなかったなあ甘酒屋のとっつぁん見なよあの天井のとこを長年のランプのすすであそこだけ真っ黒になっとるにランプはもうあそこについてしまったんだ今になって電気たらいう便利なもんができたからとてあそこから外されてあんな壁の隅っこに引っ掛けられるのはランプがかわいそうよ こんなふうにみのすけはランプの肩を持って伝統のよいことは認めなかったところでまもなく晩になって誰もマッチ一本すらなかったのに突然甘酒屋の店が真昼のように明るくなったのでみのすけはびっくりしたあまり明るいのでみのすけは思わず 後ろを振り向いてみたほどだった美乃さんこれが電気だよ美乃助は歯を食いしばって長い間伝統を見つめていた敵でもにらんでいるような顔つきであったあまり見つめていて目の玉が痛くなったほどだった美乃さんそう言っちゃあなんだが とてもランプで太刀打ちはできないよ。ちょっと外へ首を出して、町通りを見てごらんよ。みのすけはむっつりと入り口の障子を開けて、通りを眺めた。どこの家、どこの店にも甘酒屋のと同じように明るい電灯がともっていた。光は家の中に余って、道の上にまでこぼれ出ていた。 ランプを見慣れていたミノスケにはまぶしすぎるほどの明かりだったミノスケは悔しさに肩で息をしながらこれも長い間眺めていたランプの手ごわい仇が出てきたわいと思った以前には文明開化ということをよく言っていたミノスケだったけれど 伝統がランプより一段進んだ文明開化の利器であるということはわからなかった利口な人でも自分が職を失うかどうかというような時には物事の判断が正しくつかなくなることがあるものだその日から巳之助は伝統が自分の村にも引かれるようになることを 心ひそかに恐れていた伝統が灯るようになれば村人たちはみんなランプをあの甘酒屋の下ように壁の隅に吊るすか蔵の2階にでもしまい込んでしまうだろうランプ屋の商売はいらなくなるだろうだがランプでさえ村へ入ってくるにはかなり面倒だったから伝統となっては。 村人たちは怖がってなかなか寄せつけることではあるまいと美之助は一方では安心もしていたしかし間もなく「今度の損壊で村に伝統を引くかどうか決めるだけな」という噂を聞いた時には美之助は能天に一撃を食らったような気がした強敵いよいよござんなれと思った そこで巳之助は黙ってはいられなかった村の人々の間に伝統反対の意見をまくしたてた「電気というものは長い線で山の奥から引っ張ってくるもんだでないその線をば夜中に狐やタヌキが伝ってきてこの近辺の田畑を荒らすことは受け合いだね」 こういういばかばかしいことを美之助は自分の慣れた商売を守るために言うのであったそれを言う時何か後ろめたい気がしたけれども損壊が済んでいよいよ柳部神殿の村にも伝統を引くことに決まったと聞かされた時にも美之助は能天に一撃を食らったような気がした こうたびたび一撃を食らってはたまらない。頭がどうかなってしまうと思った。その通りであった。頭がどうかなってしまった。損壊の後で三日間、みのすけは昼間も布団をひっかぶって寝ていた。その間に頭の調子が狂ってしまったのだ。 美之助は誰かを恨みたくてたまらなかったそこで損壊で議長の役をした区長さんを恨むことにしたそして区長さんを恨まねばならぬわけをいろいろ考えた平成は頭の良い人でも商売を失うかどうかというような瀬戸際では正しい判断を失うものである とんでもない恨みを抱くようになるものである菜の花畑の暖かい月夜であったどこかの村で春祭りの支度に打つ太鼓がとほとほと聞こえてきた簑助は道を通ってゆかなかった溝の中を イタチのように身をかがめて走ったり、藪の中を捨て犬のようにかき分けたりしていった。他人に見られたくないとき、人はこうするものだ。区長さんの家には、長い間厄介になっていたので、よくその様子は分かっていた。火をつけるに一番都合の良いのは、わら屋根の牛小屋であることは、 もう家を出るときから考えていた。母屋はもうひっそり寝静まっていた。牛小屋も静かだった。静かだと言って牛は眠っているか目覚めているか分かったもんじゃない。牛は起きていても寝ていても静かなものだから。もっとも牛が目を覚ましていたって。 火をつけるには一向差し支えないわけだけれども簑助はマッチの代わりにマッチがまだなかった自分使われていた火打ちの道具を持ってきた家を出る時かまどの辺りでマッチを探したがどうしたわけかなかなか見つからないので手に当たったのを幸い火打ちの道具を持ってきたのだ 簑助は火打ちで火を切り始めた。火花は飛んだが、ほくちが湿っているのか、ちっとも燃え上がらないのであった。簑助は火打ちというものはあまり便利なものではないと思った。火が出ないくせにカチカチと大きな音ばかりして、これでは寝ている人が目を覚ましてしまうのである。 チェッとみのすけは舌打ちしていった「マッチを持ってくりゃよかったこげな火打ちみてえな古くせえもないざという時間に合わねえだな」そう言ってしまってみのすけはふと自分の言葉を聞きとがめた古くせえもないざという時間に合わねえ。 古くせえもなあ間に合わねえちょうど月が出て空が明るくなるようにの之助の頭がこの言葉をきっかけにして明るく晴れてきたの之助は今になって自分の間違っていたことがはっきりとわかったランプはもはや 古い道具になったのである伝統という新しい一層便利な道具の世の中になったのであるそれだけ世の中が開けたのである文明開化が進んだのである美之助もまた日本のお国の人間なら日本がこれだけ進んだことを喜んでいいはずなのだ 古い自分の商売が失われるからとて、世の中の進むのに邪魔しようとしたり、何の恨みもない人を恨んで火をつけようとしたのは、男として何という見苦しいざまであったことか。世の中が進んで古い商売がいらなくなれば、男らしくすっぱりその商売は捨てて、世の中のためになる。 新しい商売に変わろうじゃないかみのすけはすぐ家へ取って帰したそしてそれからどうしたか寝ているおかみさんを起こして今家にあるすべてのランプに石油を継がせたおかみさんはこんな夜更けに何をするつもりかみのすけに聞いたが の之助は自分がこれからしようとしていることを聞かせればおかみさんが止めるに決まっているので黙っていたランプは大小さまざまのが皆で50ぐらいあったそれに皆石油を継いだそしていつも商いに出る時と同じように車にそれらのランプをつるして外に出た 今度はマッチを忘れずに持って道が西の峠に差しかかるあたりに半田池という大きな池がある春のことでいっぱいたたえた水が月の下で銀盤のようにけぶり光っていた池の岸には半の木や柳が 水の中をのぞくような格好で立っていた。簑助は人けのないここを選んできた。さて簑助はどうするというのだろう簑助はランプに火をともした。ひとつともしてはそれを池の内の木の枝につるした。 小さいのも大きいのも取り混ぜて木にいっぱいつるした一本の木でつるしきれないとその隣の木につるしたこうしてとうとうみんなのランプを三本の木につるした風のない夜でランプは一つ一つが静かにまじろがず燃え あたりは昼のように明,るくなった明かりをしたって寄ってきた魚が水の中にきらりきらりとナイフのように光ったわしの商売のやめ方はこれだとみのすけは一人で言ったしかし立ち去りかねて長い間両手を垂れたまま ランプの鈴なりになった木を見つめていた「ランプランプ懐かしいランプ長野年月なじんできたランプわしの商売のやめ方はこれだ」それからす助は池のこちら側の王冠に来たまだランプは向こう側の岸の上に 五十い,いくつかがみなともっていたそして水の上にも五十いくつの逆さまのランプがともっていた立ち止まってみのすけはそこでも長く見つめていたランプランプ懐かしいランプ やがて美之助はかがんで足元から石ころを一つ拾ったそして一番大きくともっているランプに狙いを定めて力いっぱい投げたパリンと音がして大きい火が一つ消えたお前たちの時世は過ぎた世の中は進んだ と之助は言ったそしてまた一つ石ころを拾った二番目に大きかったランプがパリーンとなって消えた世の中は進んだ電気の時世になった三番目のランプを割った時みのすけはなぜか涙が浮かんできて もうランプに狙いを定めることができなかったこうして巳之助は今までの商売をやめたそれから町に出て新しい商売を始めた本屋になったのである巳之助さんは 今でもまだ本屋をしているもっとも今じゃだいぶ年取ったので息子が店はやってるがねととういちくんのおじいさんは話を結んで冷めたお茶をすすったみのすけさんというのはとういちくんのおじいさんのことなのでとういちくんはまじまじとおじいさんの顔を見たいつの間にか 君はおじいさんの前に座り直しておじいさんの膝に手を置いたりしていたのである「そいじゃあ残りの十七のランプはどうした?」ととういち君は聞いた「知らん」次の日旅の人が見つけて持ってったかもしれないそいじゃあ うちにはもう一つもランプなしになっちゃったうん一つもなしこの大ランプだけが残っていたとおじいさんは昼間とういちくんが持ち出したランプを見ていった「損しちゃったねな7も誰かに持ってかれちゃって」ととういちくんが言った うん損しちゃった今から考えると何もあんなことをせんでもよかったとわしも思う柳部神殿に電灯が引けてからでもまだ50ぐらいのランプは結構売れたんだからな柳部神殿の南にある深谷なんという小さい村じゃ まだ今でもランプを使っているしほかにも随分遅くまでランプを使っていた村はあったのさしかし何しろわしもあのころは元気がよかったんでな思いついたら深くも考えずパッパッとやってしまったんだ「バカしちゃったね」と道一くんは孫だから 遠慮なしに言った。うーんバカしちゃったしかしね逃亡とおじいさんはキセルを膝の上でぎゅっと握りしめていったわしのやり方は少しバカだったがわしの商売のやめ方は自分で言うのもなんだがなかなか立派だったと思うよ わしの言いたいのはこうさ日本が進んで自分の古い商売がお役に立たなくなったらすっぱりそいつを捨てるんだいつまでも汚く古い商売にかじりついていたり自分の商売が流行っていた昔の方が良かったと言ったり世の中の進んだことを恨んだりそんな育児のねえことは 決してしないということだ統一君は黙って長い間おじいさんの小さいけれど息の現れた顔を眺めていたやがて言ったおじいさんは偉かったんだねそして懐かしむように 傍らの古いランプを見た。